巷では、泥スマホはピクセル1強、みたいに言われていて、私としても、ずっと気にはなっていました。1強なの？冷静に考えてみて、ソフトとハードが同じ会社で一体的に作られているという考えで見てみると、どう考えてもコスパは良いはず。でも iPhone 高くない？そして今回、試してみたくてつい反射的に購入してしまいました。どもども吉田です。アシスタントのネオ山田です。評判の良いテンサー G2 を搭載した、ピクセルの中でも最安価なモデル、ピクセル 7A が出たので、実際に試してみました。使ってみてどうだった？まあまあそうせかすなって。ではこんな感じで進めていきます。Google ピクセル 7A とは、Google ピクセル 7A は、パワフルな Google テンサー G2 プロセッサ、高解像度の 6.1 インチディスプレイ、64メガピクセルの広角カメラを備えた、ミドルレンジのスマートフォンで、大容量のバッテリー、防水防塵 IP67、お財布携帯搭載、指紋認証など、あると便利な機能も一通り揃っており、優れたスペックと手頃な価格により、コストパフォーマンスも高い端末と言われています。おいくら万円？価格は動画作成時に62,700円。6万円か PS5 買えるね。現代のハイエンドスマホ iPhone を含むが、軒並み10万円オーバーなことを考慮すると、買いやすい価格帯です。スマホ高くなりすぎでは？以上の特徴に加えて、Pixel 7a 派 Google 純正スマホならではの5年間のサポート保証も大きな特徴です。最近のスマホだと 2,3 年間のセキュリティアップデートが多いので、システム面でも長く使えるスマホとなっています。長く使えるのはいいね。カラーは4種類で、コーラルオレンジ、シー水色、チャコールグレー、スノー白。開封内容物ずる、早速開封していきます。今回購入したのは数量限定パックで、限定ケース付きでした。この暗号解ける？解けるよ。答え教えてよ。教えないよ。そして本体がこちら。おい教えろ。では早速開封していきます。教えてくれるまで言い続けるぞ。本体の付属品は、箱の中に、サポートカード、SIM ツール、USB-C ケーブル、クイックスイッチアダプター、そして本体。本体外観、ではまずシェル外装について、今回選んだのは Google 一番の推し。カラーのコーラル、オレンジ、背面がガラス製の光沢感あるオレンジで、エッジとカメラバー部分が金属製の赤っぽいオレンジに、素材の色合い的に、なんとなくサーモンっぽいね。iPhone14 のように角張った側面ではなく、丸まったいわゆる iPhone11 の時のようなディテール。現在の iPhone に合わせろとは言いませんが、角張った側面の方が個人的には好みかも。好みの問題ね。側面は丸まっているので、画面を触っていても縁にオレンジが見えてきます。側面とカメラは金属なのでラグジュアリーです。それに対して背面素材は光沢感のあるツルツルとした触り心地なので、プラスチックかな？と感じるような質感だね。あと光沢なので指紋はつきます。上側面にはマイク、下側面にはスピーカーと USB-C。 あと直接見えていませんが、こちらにもマイクがあるので、音声もしっかりとステレオで取れます。イヤホンジャックはないね。有線派の人は残念ポイントかもしれません。左側面には SIM スロット、右側面には上に電源ボタンで、下にボリュームボタン。大体のスマホは電源ボタンが下でボリュームボタンが上だから、慣れないうちは結構困惑しそう。慣れてくると、そもそも画面をタップすれば立ち上がるので、電源ボタンをほとんど触らなくなります。なんやそれ。付属のケースを装着してみると、このような感じ。かなり分厚めで、しっかりとした TPU ケースで、かなり質感もよく頑丈そうではあるんですが、サイズ感もかなり大きくなります。重くも感じるね。動画が見やすい画面サイズ。画面は 6.1 インチ。サイズとしては動画が見やすいと感じます。そんな変わる？普段私は 5.9 インチの Zenfone 9を使っているんですが、動画やゲームをすると、やはり若干画面が小さいかもな？って思うことがあります。ほなでかい方がええやないかい。しかし 6.7 インチくらいだと、スマホとして大きすぎると思ってしまうので、ちょうど良いサイズ感ではあります。まあでも iPhone も 6.1 インチだよね。それはそう。ちょっと気になるのは、ベゼルですね。パッと見上下左右対称にベゼルの厚みがあるように見えますが、若干下側が大きいです。微妙に気になるやつだ。逆に新鮮な点で言うと、4辺の角の丸みがかなり小さいので、フォルムとディスプレイが四角いなって感じます。画面表示のデッドスペースが少なくて良いね。パッと見でピクセルってわかるプロポーションだよね。スピーカーはまあまあです。左右から音声が聞こえて、ボリュームもかなり大きくできるので、悪くはありませんが、低音が足りないような印象です。良い音質に慣れてれば気になるかも。ちなみにこっちが Zenfone 9。Zenfone 9の方がいいじゃん。そりゃそうだよ、高いもん。
使用感、まだ大きい。6.1 インチで小さいスマホだ。やったと思い購入したんですが、これでもまだ大きいな、と感じてしまいました。小さいやん。どのように使っているかにもよるとは思いますが、片手でしっかりと握った上、親指で操作できるのかどうか絶妙なラインで、少し安定感がないように感じます。両手で使えばええやん。また純正ケースをつけるとかなりどでかくなってしまうので、使い心地としては 6.7 インチクラスのスマホと同じくらいのサイズ感と感じます。裸で使えばええやん。少しでも小さく使いたいのであれば裸、もしくはかなり薄いケースを探して使うなどが良いのかもしれません。フロストエアーというケースはピクセルにも対応しているらしいので、そちらを検討すると良さそうです。Android のくせに、サードパーティケースが結構豊富なの良いね。くせにとか絶対言うなよ。本気は画面内指紋認証に対応しています。どうせレスポンス悪いっしょ。結構素早いです。またまた、位置さえ正確に捉えられていれば、画面をダブルタップで起動できるようなカジュアルさ。そして何より、スマホ本体をデスクの上に置いた状態でも起動できるのが良いですね。ちょっとした確認などがすぐに行えます。側面電源ボタン兼指紋センサーの方が良いだろと思ってたけど、これはこれで良いかも。お財布携帯はもちろん使えて便利です。もうこれがないと生活できません。スペックは十分でアンツツ70万点台となり、まあ現状のラインナップでは最高とまでいきませんが、十分良いのではと感じるスコアです。トップクラスの性能ではないのね。愛用の全フォン9は100万点を叩き出してくれてます。すごい。こちら左が愛用の全フォン9、右がピクセル 7A です。やはり全フォン9小さいですよね。そして使っていて気づいたんですが、なんかピクセル 7A の方がブラウザ表示が早いんですよね。なぜ？と思って後日再び試してみたら、誤差程度の違いで特に変わりありませんでした。なんなの？わからんけどそういうこともあるよね。そして使っていて気づいたんですが、ブラウジングやツイッターするだけならアンツツ100万点は、オーバースペックな気がしました。本末転倒なこと言うやん。ゲームとかしない限りは、特に違いを感じません。リフレッシュレートは？バッテリー持ち悪くなるので基本60にしてます。ふえー、バッテリー容量は 4385mAh と大きいとは言えない容量かな？と思いましたが、普通に持ちます。普段使いとしてブラウジングやツイッターなどをしている分には2日余裕な印象です。2日持てば十分やね。ワイヤレス充電はほとんど使わないので、特にあってもなくてもって感じなんです。慣れたら便利よ。マグセーフとか使ってみたいと思ったことはあるよ。ゲームも普通に遊べますが、原神だと低画質でカクつきがなくなる感じです。高画質でがっつり遊んでいる人は気になるかもね。遊んでいて、というか普通に使っていても気になったんですが、結構すぐに発熱する印象があります。あら、ケースをつけている時は気づかなかったんですが、裸で使っていると、ちょっと動画再生したりゲームしたり、ブラウジングしたりすると発熱します。あちあちで持てない感じ。熱くて持てないってくらいにはなりませんでしたが、気にはなります。でもちょっと前に、発熱は Google 純正アプリのせいだってネットニュース見たよ。ついでに有線接続できる Android 用コントローラー、バクボーン1を装着してフィット感を見てみました。これ新しいゲーム機ではと感じる程度には良い感じです。高さ方向もぴったりで、一体感がかなりあります。すごく良い感じね。カメラも干渉せず、ちょうど良い。最近マイクロ SD 使える端末が減ってきて悲しいです。それな、カメラがついて、カメラアプリの立ち上がり速度、撮影速度は速いです。すぐに取り出してカメラを起動し、すぐ撮れる。そしてブレない、細かな明るさやコントラスト、色味の調整もしやすくて、撮りやすいカメラだと思います。スマホカメラは推しの一つだもんね。が、見てわかる通り物撮りをする場合無調整だと、若干色味が異となってしまうんですよね。加工すればええやん。加工すれば良いかというのはありますが少し気になります。外など明るい場所で撮る場合には全く問題ないどころか結構良い感じです。全フォン9と取り比べてみて若干劣るかとは思いましたが、価格差を考えたり、そもそも写真単体で見てみたら全く問題ないです。価格考えるといいね。広角カメラの画角はめちゃ広いです。これくらい広く撮れるのは普通に助かる。てか天気悪いな。うるせえ。ピクセルシリーズはあまりに皆が絶賛するので、ちょっと期待しすぎた感がありますが、まあ確かに万人におすすめできるスマホではあるなと感じます。何事も期待しすぎるとダメね。この価格帯で普段使いに全く不自由しない十分な CPU スペック、お財布携帯や防水防塵などの機能もバッチリ、バッテリー持ちも良し、ある程度ゲームも遊べる、スピーカーもまあまあと、抑えるところ抑えている優秀なスマホです。何よりも Google 純正だから安心感がある。あとは機種変更割とかでかなり安く購入できる可能性もありそうなので、そういう意味でもかなりヤバいコスパのスマホになりそうな予感があります。あり得るが、まあやはり気持ちサイズが大きい。気持ちね。 Google の社員がピクセルはデカすぎるから iPhone に変えたいって言っているくらいなので、通常サイズを6インチくらいに落ち着かせてほしいものです。小さいと売れないらしいよ。そんなこと言わないでよ。